ザリガニ。どうもー、ザリガニでーす。はい、ということで今日はある視聴者さんからプレゼントをいただきました。ここにいるでしょ、岸くん、ジョージくんがいるわけなんだけども、岸くん、ジョージくんがいる段ボールと同じ箱にあるものが入っていました。いや、普通はプレゼントもらったらめちゃめちゃ嬉しいんですよ。ちなみにすごい嬉しいんですよ。嬉しいんですけど、何やらね、おかしなものが入ってたんですよ。まあ、サムネにも書いてあるのでわかると思うんですけど、こちら、タラララララララ、ブルダック炒め飯ビッグカップ。なんこれ、口から火が燃え上がる辛さって書いてあって、これ調べたらアホほど辛いらしいんだよね。で、実は俺辛いものマジで苦手で、キムチも全部完食できないぐらい苦手なんですよ。ただね、視聴者さんからいただいちゃったし、そういえば俺ね、この前 YouTube で見たんだけど、岸くんがね、ジュニア時代に激辛料理食べてるけど食べてない風なリアクションをしていた時があったんですよ。その岸くんがね、すごい頑張ってて可愛くて、しかもすげえなって思ったんですよ。で、俺は岸くんを推している、岸くんが大好きな YouTuber ザリガニですと、岸くんが激辛料理食べれるんだったら俺も頑張って食べにゃあかんと、ということで今日はね、この激辛のブルダック炒め飯を食べていこうと思います。もう本当にね、ごめん、やだ、マジで本当に辛すぎるらしいんだよね。まあ、でも岸くんができるなら俺もできる。そんなことはないかそんなことなさすぎるわ推しがやってることはね、やりたいわけですよ。あるあるでしょ、わかんないけどまあ今日は頑張って、視聴者さんから頂いたこともありますので、完食目指して頑張っていこうと思います。いや、完食はするかどうか分かりませんじゃあ作っていきます。普通にカップラーメンと容量同じようなので、ちゃちゃっと作って持ってこようと思います。じゃあ行ってきます。あらよい。はい、では完成しました。やばくない、この色。もうね、匂いも、あ、でも匂いはね、結構いい感じかもしれない。てか俺さ、カップラーメン食ったことあるんだけどさ、これ湯切りタイプのカップ焼きそばみたいな感じなんだけど、初めて湯切りしたかもしれない。初カップ焼きそば。ペヤングとかも食べたことないからさ。まあそんなこと置いといて食べていこうと思います。まあね、ジャニーズの皆さんが頑張ってね、リアクションも取らずに食えるんだから、俺も当然リアクションを取らずに食っていこうと思います。一応ね、もしも用でここにね、午後の紅茶のミルクティーありますので、まあなんとかなるでしょう。俺人生初かもしれない激辛料理、人生初の激辛料理いただきます。あ、匂いは、うん、いい感じ、いい感じ、いい感じってなんだろう。いや、ちょっと多いな、最初は気をつけよう。こんくらい、こんくらい、いただきます。いや、俺 YouTuber だった、そういえば。いただきます。おー、うーん、うーん、あ、待った、かっ、うん、リアクション、うん、うん、うん、あー、何これ、やばいやばいやばい、うお、やばー、あー、待って、やばい、もうだからやなの、もう激辛、あー、もうだからやだって言ったじゃん。もうさ、このさ、舌がずっとピリピリする感じわかる？ベロの奥がずっと痛いの。もうこれほんと嫌なの。よくこういうのノーリアクションでいけるよね。いや、マジでさ、すごい持論だよ。すごい持論だけど、激辛料理好きな人は全員ド M だと思うのよ。だってさ、痛いじゃん。辛いじゃん、辛いじゃん。こんな辛くて痛くて辛い料理を美味しく食べるって、もうさ、うわ、辛いの、いい、辛いの好きっていうド M 気質あると思うんだけど。違う？あー、マジ辛い。もう唇がタダコだもん。いただきます。これ今何口目？さっきの一口目だっけ。あー、辛い、いただきます。うん、うん、うん、でもね、前半は美味しいの、カップラーメンだから。もう、あー、もう、で、そう、ラーメン自体はうまいんだけど、うまくないのよ、これ。あー、無理。見て、全然減ってない。ほら、あー、舌痛い、ベロ痛い。もうこれさ、痛み感じる前に食べ終わろう、早めに。いただきます。あ、あ、あ、まっけ、変なとこ行った。あ、から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 。いや、もう見て、ほら、汗かいてきた、風呂入った後なのに。あ、辛い、マジで辛い、もうほんとやだ。いただきます。うん、あ、辛い、あ、ベロの奥がずっとさ、
辛い。え、この動画見てる人は辛がってる俺を見て嬉しいのかな。やっぱド S なのかな。あ、辛い、あ、辛い。え、これ撮影できてるよね、ちゃんと。できてなかったら怒るよ。できてたらよかった。え、できてるよね。できてたらよかった。あ、辛い。もうバンバン行こう、バンバン行こう。ずっと同じ辛さじゃないのよ。プラスされてくの、蓄積されてくの、痛みが。あ、もうベロが痛い、喋れば痛い。空気に触れるたびにベロが痛いの。急ごう。何に気づくな、俺の体。ベロだ。ああ、気づくわ、こんなもん。あー、これもうほんとホラーゲームと激辛料理好きな人はマジド M です。あー、これ辛すぎる。でももうあと半分くらい。見てほら、こっちの目から涙出てきたよ。そのぐらい辛い。本当にもう吐きそう。吐かない。うん、俺これから友達と桃鉄すんのにさ、もう友達のこと嫌いになりそう。あ、辛い。あ、でもあとね、頑張れば4口一気に書き込もうそう。書き込もうそう。書き込みます。あ、うん、ほら真っ赤だもん、ティッシュが。あ、え、鼻水。あ、違うか。辛い、痛い、辛い、眠い、眠くない。え、これさ、あ、まあ、ダメだ、考えたらダメ。いや、でも黒いんだもん、中が。下の方に行けば行くほどさ、辛い。はあ、完食、食いましたよ。あー、食った食った食った。こっからだよね、結局。はあ、動画終わった後も辛いんだよ、これ。ビンタとかなら一瞬じゃん。だってさ、めっちゃ飲んだよ。もともとどんぐらいだったか分かんないけど。手が震えてるもん。あ、震えてない。あ、震えてるって。震えてないか。もう唇の表面がずっとヒリヒリしてるし、食べれば喋るほどベロが空気に触れて辛いの。てかもう辛いってより痛いだよね。誰これ作ったの。あー、辛い。もう絶対これみんな食べない方がいいっていう。あー、辛いっていうと案件来なくなっちゃうので、皆さんぜひこれね、とっても美味しいのでぜひ皆さん買ってください。はい、ということで今日は、岸くんが無表情で食べれるような辛さの激辛食べてみましたが、辛いものが苦手な俺には無理でした。こういうね、食事系というか食っぷりのこともね、たくさんやりつつも、こういうなんか別の動画も上げていこうかなと思いますが、激辛もやらん。なのでプレゼントいただけるのは本当に嬉しいんですけど、激辛送ってきた人にはね、ゴキブリ送りつけます。辛っ。はい、ということで今日のザリガヌでした。絶対にチャンネル登録と高評価してください。まあそんぐらい辛い。皆さんお願いします。この動画でね、登録者とチャンネル登録者と高評価がたくさん増えたら頑張ってよかったなってなります。なので全部とは言わないです。チャンネル登録、高評価、 Twitter、 インスタ、 TikTok ってあるんですけど、全部とは言わないです。なのでまあどれか5個お願いします。ということで今日のザリガヌでした。またね、バイバイ。バイ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 。あ、辛い。